高円寺に住んでるんですけど、まあ、ずっと高円寺に住んでますね。ずっと住んでて、で、高円寺にね、ものすごい美味しい勝浦担々麺のお店があるんですよ。お店の名前とかは言わない方がいいのかな。お店の名前は言っちゃうとさ、うん、だってもうみんな来ちゃうから俺やっぱ隠したいんですなるほどね。 そのお店をですね、菅田将暉君がテレビで紹介しまして、はい、くんって言うのやったらなんか友達みたいな須田さんがね、須田さんと山崎賢人さんが、はい、テレビでですね、はい、紹介をしたところ、僕らのお気に入りのお店を、はい、とんでもない行列ができちゃって、あ、で俺それ知らなくて、うん、まあね、行ったら、ね、いつも通り食べに行こうと思ったら20人ぐらい並んでるわけ。普段はそんなに並んでる、普段は並んだこと一回もなかったの今まで。あ、もちろん混んではいるんだけど、うん、まあ並ばずに食えるぐらいだったんだけど、うん、それがもうその日を境にですね、うん、もう20人ぐらいよ、うん、行列が、はい、だもう食えないんですよ、うん、正直、うん、紹介しないでくれと本当にお気に入りだったんですよ。まあすごい確かによくお前がその話をしてるのは聞いてたから本当にお気に入りなんだろうと思って、で高円寺の、うん、そのまあ住んでる芸人とかのオアシスというかね、あ、そうみんなやっぱりあそこが好きで、うん、ちょっとそう、まあちょっとフラッと寄ってくかみたいなのがあったんですけど、うん、やっぱ菅田将暉君の影響力がですね、うん、絶大でして、うん、あの4ヶ月経った今もまだ行列が絶えません。一向に客足が絶えない。あ、まあそれはもちろんね、そのお店のね、うん、努力もあるんですよ。まあもちろんそれは美味しいからそれは美味しいからリピーターがね、うん、来るっていうのもあるんですけど、うん、生活圏にやっぱ影響が出てくるとね、うん、本当に怖いです天井日とかね、天井日とか下界に降りてこられると下界に降りてこられると、だから本当今までだからずっとさ、そう菅田将暉君なんかもうテレビの向こうのね、うん、人というか、そりゃそうですよ、菅田将暉さんなんて、うん、でしかもうまいし、うん、演技もうまいしね、うん、男からも女からも好かれる、うんね、完璧じゃない、まあね、っていうふうに俺は見てたんだけど、うん、やっぱあのラーメン屋紹介されちゃうとね、うん、そこはやっぱちょっと話違ってきますから、うん、ラジオではお店の名前言っていたような動画で改めて聞くとまた違った味わいです。そうですね、言いましたよねラジオで。多分おそらく圧倒的にラジオの方が聞いてる人の数多いところでお店の名前言ったんで、まあでもこれ以上やっぱ広めるとさ、はい、自分で自分の首やっぱ絞めたくないから、勝浦担々麺ジモンですね。いやいやちょっと言わないでよ